先立て列古墳群は、奈良市北西部、奈良丘陵の南西斜面の佐保川西岸、先の地に所在する古墳時代前期紅葉から中期にかけて営まれた、大和政権の応募を多く含む古墳群である。先古墳群とも言う。古社人古墳、先石塚山古墳、先良山古墳、先高塚古墳、岸上げ古,古墳、小鍋古墳、上鍋古墳本古墳群は、 先丘陵の南斜面に前期後半から中期、つまり4世紀末から5世紀前半にかけて巨大前方公円墳が営まれた。200メートル越す巨大古墳が前期後半には3期、中期には4期見られる。これらは初期大和政権の応募である可能性が高い。奈良盆地の東南部の大和政権誕生に関わりのある 巻き向く古墳群や天理市南部から桜井市にかけて、初期大和政権の大応募を含む大和、柳本古墳群が5世紀初頭には衰退し、本古墳群が4世紀後半から5世紀前半に巨大前方後円墳を営むようになった。しかし、中期末の5世紀後半から末場になると弱小化してしまう。形においては、バチ型前方部がほとんどなくなっている。 古墳群を代表する大型三笹である五社人古墳と先石塚山古墳の地上陵母名が共に共状縦列陵であった。縦列は集合の形が縦型をしており、それらが北側に公園部、南側に前方部という位置でそれぞれが平行に、また東西一直線に並んでいる様子を言い表したもののようで平常線と後に定着した新しい言葉と推定される。 なお、奈良県立柏原考古学研究所では、古代由来の地名だけの、先古墳群としている。先たたと読む資料もある。聖武天皇の御捧ぎは、古事記、聖武天皇記では、領は、先の他他波にありと記され、日本書記、中愛天皇記では、和国の教女を縦列領に葬ったとし、中に、縦列は、た波と読むと記されている。また、 神宮皇后の御笹は、日本初期、神宮皇后期にのみ、教授を縦列量に葬ったと記されている。ありがとうございます。